さっき帰ってきました。間に合った。暑くない？今日寒いよ。外行ってみ。今寒いよ。ねえねえ、ちょっと聞いていい？何が聞きたいの？今日はね、今日は3日間やるって言った最終日なんですが、なんとね、疲れてんすよ。かなり。すっぴんですか？いつもそのすっぴんですかみたいな確認は何余裕ですっぴんよ。メイク落としてきてんだこっちとら。 TikTok の裏側教えてもらえませんか？まだ言ってんのそれ。探してみろよ俺の裏垢、できるもんなら。鍵かけてるけどね。何も投稿してないのに鍵かけてるけどね。探してみなさいよ俺の。3日連ちゃんありがとう。いえいえ、こちらこそ。まあなんか今回たまたま3日連続でやるって言っただけで、またやるよ。またみんなが欲してくれてたら。下着透けてます？嘘、これ下着だと思ってんの。 T シャツだからこれ。眉毛剃った？剃ってないわ。ここでしょ？俺昔からここないんだよ。全然ファンじゃないじゃん。怒ってないよ全然。怒ってない。今日ヤンキーみたい。ちょっと仲良くなれなそうな。なんていうの名前教えてごらん。こういうのだよね。こういうのがヤンキーみたいって言ってんでしょ。ごめんね。鼻水を同じタイミングですすったって言ってる人いる。せーの。ちょっとみんなに一個謝りたいことがあるんだよ。いやあのさ、今までさ、なんか認めるノリで切らないよって言って切るみたいなのやり始めて、それが子孫順だよねみたいなのやったのは認めるけど、今日はマジで切らないから。今まで振りだったね。でも全部スケジュール帳に書いてあって、今日のこの6月の10日の配信でもうここのノリやめようって言って、で切らないで朝までやるっていうマネジメントというかスケジュール帳に書いてたので、振りだった。ごめんね、今までみんな裏切っちゃって。でも二度とこれからはみんな裏切らないっていうか。で、今日はなんと一日中やりたいと思います。そして今日は